サッカー選手としての経験が当社ビジネスに役立ったと思う点について教えてください。これはねめちゃめちゃ深い話で長くなりますね。いっぱいありますけど、だからこそ話が長くなるんですけど、まあ、マネジメントチームをチームメイトとコミュニケーションを取って、監督とコミュニケーションを取って、まあ、目標に向かってやっていく上で、やっぱそのチームマネジメントとかコミュニケーション能力っていうのはものすごく必要で、このコミュニケーション能力っていうのはやっぱビジネスに必要不可欠じゃないですか。だからこのコミュニケーションスキルっていうのが多分僕はその投資活動や、ビジネスに一番生きてるかなと思います。